西島選手は2015年から3シーズン、八角選手は2013年から5シーズン、イラバン北九州でプレーをしてきました。西島選手と八角選手のこれまでの健闘をたたえまして、皆様大きな拍手をお願いしますね。それぞれの選手からご挨拶を頂戴したいと思います。では西島選手お願いします。イラバン北九州サポーター関係者、そして17年間僕のサッカー人生を僕のサッカー人生を応援し続けてくれたり、少しでも気にかけてくれたサッカーファミリーの皆さん、本当に長い間お世話になりました。今日この場で何を話せば、何を話したら僕の今の気持ち、感謝の気持ちが皆さんに届けることができるか、いっぱい考えました。たくさんの人たちの顔が浮かびました。たくさんの思い出や場面が頭の中をよみがえりました。そして6つのチームの色に頭の中が染まりました。でもどれだけ考えてもうまく表現する言葉を見つけることができなかったので、だから今日この素晴らしいスタジアムで、このピッチで90分間今自分ができる精一杯のプレーを皆さんに見せようと、そして17年間の自分のサッカー人生をかけてこの90分間に全てをぶつけようという思いで今日ピッチに立ちました。ミスもありました。相変わらずそんな大したプレーをすることもできませんでした。ただ自分自身いつも以上に感謝の気持ちを一つ一つのプレー、その瞬間瞬間に込めてプレーすることはできました。最後勝って皆さんと勝利の喜びを分かち合って挨拶をしたかったんですが、やはりどれだけ準備をしても、どれだけ気持ちを入れてプレーしても思う通りにいかないのがサッカーであって、そこが一番の魅力なんだと思います。ただ今日自分が90分間プレーする姿を見せられたことによって、少しでも皆さんに言葉以上の恩返しができたかなと今思っています。17年間、本当にいろいろなことがありました。多くの経験をしました。自分自身で考え抜き、自分自身で決断をして、細い糸をつなぎ合わせるように生きてきた、歩み続けてきた17年間だったと思います。何が正解だったか、何が正しかったか、今でも僕には分かりませんが、ただ一つだけ言えることは、たくさんの人に支えられ歩んできたこの17年間のサッカー人生が僕にとってとても幸せな時間でした。少しでも僕に関わってくれた
スタッフ、チームメイト、サポーター、すべての皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。そして最後に、今日見に来てくれていますが、17年間プロとしてやっていくだけの強い丈夫な体に産んでくれ、プロで戦い続けるだけの強い心に育ててくれた両親と、一番近くで応援し励ましてくれ、いつも笑顔で支え続けてくれた妻と子供たちに感謝の言葉を送りたいと思います。あなたたちなしでは僕のサッカー人生はありえなかったです。本当にありがとう。そしてこれからも今まで以上に大変な人生が待っていると思いますが、今まで通り自分にできることを一生懸命謙虚な気持ちで、かっこいい、そして自慢の父親になれるように頑張っていきたいと思っています。イラバンチ北九州が今後 J2 昇格、 J1 昇格、日本一、アジア一へのクラブへと飛躍していくことを心から応援しています。ただ来週まだ長野戦が残っています。必ず勝って帰ってきます。こんな大したサッカー選手じゃなかったと思いますが、今日こういう素晴らしい場所を作っていただき本当にありがとうございました。西野選手ありがとうございました。